願いします。さあ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 、ちょっといきなり柄悪い感じだって、なんか銃持ってんじゃないですか。はい、ちょっとドキドキしますけれども、はい、お一方ずつちょっとカメラに向かって自己の紹介の方をお願いいたします。はい、アンドのボーカルイクマです。お願いします。お願いいたします。はい、私はですね、ギターのキリです。お願いします。お願いいたします。さあ来てます、コメント見えますか。こちら見えます。888とか、これ意味わかります。パチパチってことですよね。そうなんですよ。おい、調べたんだよ。調べたんだよ。調べたんだよ。でもニコ生出てましたよね。あー、最近ちょくちょくと。僕なんかチラッとなんか見たんすよ。あ、ありがとうございます。キリさんがなんか囚われて、はい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 、なんかそれ救い出そうミッション的な、海外にね、出てましたよね。僕は今の時クロアチアにいたんです。そうですね。クロアチアに、あ、捕らえられたんですよね。それ見た方もいらっしゃると思いますけれども、はい、じゃあもうニコ生もご存知ということなんで、ちょっとせっかくなんでなんかユーザーさんに話しかけましたら、もうすぐね瞬時に帰ってきますから、なんか好きな紙のサイズはなんて言ったら、もう A4、B5、A3 とかもう何でも来ますので。あ、紙のサイズ、そう、紙ですね。そうです。どんなシュールなもう質問も、はい、ユーザーさん返してくれますので、はい、何かちょっとじゃあリーダーってなってお願いしていいですか。はい、リーダーキリさん、いいですか。はい、そうですね、じゃあそうだな、じゃあキリのですね、うん、そうだな、好きなところを早速いいですね、その感じですよ。やっぱ俺の好きなところ、はい、教えてよと、いっぱいなんか聞きたいなと思って、はい、顔、声、顔、声、眼帯、はいはい、眼帯俺じゃねえけどな、はい、うん、イクマって関係ねえぞ。イクマ、イクマこっちだけど、真面目なとこ、二の腕、イケメン目、二の腕、二の腕ちょっと見して、あーあーあー来た、映ってる、いいですよ、いいですよ、映ってますよ、いい感じで、シュールな感じが好きなんですね。シュールな感じ、色白とか、ね、色白、ああ、胸胸胸、笑顔、はい、間違いない、あ、背骨、イクマも言ってみな、え、聞いちゃって聞いちゃって聞いちゃって、今晩のおかず今晩のおかず家庭的な感じだよね、はい、今晩のおかず、ちなみにイクマさんもう食べたんですか、今日は夕ご飯は。夕ご飯はまだ食べてないですね。じゃあちょっとこれ参考にしようかなと思って、参考にしてあげて、はい、さあ何を選ぶかですよ。うお、すげえカレーカレーが多いね。しらすいいね。え、そこ、しらすいいな、江ノ島でぐらいしか、これ見て何今今日食うの決めるとか、そう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 、はいはいはい、決めて決めて決めちゃおう。じゃあしらすとかぼちゃって書いて、かぼちゃ、あ、ピザナウって、ピザ持ってこいよ。食べて、お腹空いてるんですね今ね。ピザさん、ピザが食べたけど、ピザって出てるの待ってるだけじゃん。しらすと、しらすだけ、じゃあしらすと、じゃあリンゴの丸かけ、コロッケ、カレー、コンビニ弁当。じゃあコンビニ弁当で、しらすと、しらすと、しらす大好きです。はい、決定しました。ありがとうございます。さあ、このようにですね、コミュニケーションを取りながら生放送を進めていきますけど、まずはですね、アンドの皆さんのことを知らない方もね、もしかしたらいらっしゃると思いますので、はい、プロフィールの方を私簡単にご紹介させていただきたいと思います。お願いします。アンドの皆さんはですね、2007年、エキセントリックエージェントという謎の組織より常識にとらわれない5人が聴衆、うん、特殊任務実行部隊に配属。ハードでエキセントリックなサウンドを武器に、エージェント、これエージェントはファンですね、と過激に任務を遂行中。そして平成23年から24年度の任務はもう発令されておりまして、司令がですね、ビクターエンターテインメント、フライングスターレコーズとともに退屈なメジャーシーンを攻撃せよ。そして上記指令を受け、6月25日にアンドメジャーに宣戦布告。作戦開始日、平成23年9月14日ブレイズにて攻撃開始。来週12月28日にメジャーリリース、第2弾シングル、リベレーターズ・バーン。よろしくお願いします。はい、ね、まあまあ、あのリベレートの方ちょっとおいおいね、はい、としまして、その前のプロフィールが謎だらけなので、はい、一個ずつちょっと紐解いていってもいいですか。はい、どうぞどうぞ。まず、エキセントリックエージェントって、はい、なんすか。まあそうなりますよね。簡単に説明しますと、はい、エキセントリックエージェントとは、あの謎の、うん、まあ、組織というか会社というか、うん、ありまして、 あるんですね。あります、あります。どこにあるんですか。それはあの謎なの、自分でもよく分からないです。あ、はい、まあ、そこに招集されたんでね。なるほど。クロアチアにはないかな。クロアチア好きですね。じゃあ寒いところにあるのかね。うん、分かんないです、ね、どうなんですかね。で、うん、そういうところに、集められたんですね、その、まあ、
超越したメンバーというか、うん、まあ簡単に言うと変態だね、うん、俺ら5人が変質者たちが、はい、まあ何かに特化してるやつらっていうことなんですけども、でそういうメンバーが集められて、うん、いろんな任務がですね、うん、通達が来るんですよメンバーに。通達で郵送で来るんですか、なんかおはがき的な感じで。まあいろいろですね、もう文章できたりとか、うん、まあ普通にメールが来たりとか。メールでも来るんですね。あとは何が来ますか。まあ、多いのは佐川ですかね。佐川結構なんか物をでかいですね、じゃあね。そうですね、まあよくあれですよ、あのこれを見たら何秒後に爆破する、爆破するからみたいなの来ちゃうんですか。来ちゃうんですよ、やっべーっつってやるみたいな。あ、そう、ちゃんと読んだ後にブワーっつって。いいですね、ブレないですね、はい、ちゃんとあるんですねコンセプトがね、はい、しっかりね、はい、っていうところからあの会社がありますと、うんうん、そこでいろんな任務、うん、あのこういうもの出たりとかライブだったりとか、うん、リリースだったものをいろいろやってきますという組織ですね。え、じゃあもう現在の任務の遂行状況はどんな感じなんですか。遂行状況、うん、そうですね、こんな感じですかね、熊さん。まあ今ナウもこれ、はい、あ、そう、これも任務ですからね、はい、これも V1 に出ろっていう。そうです、そうです、そうです。これも佐川で、はい、うん、これはヤマトかな、どっちでもいいわ、はい、来たんですけど、はい、なんですけど、ただこうやって放送をしてなんかインタビュー、うん、インタビューというかこう喋って帰れよじゃないんですよ、うん、え、ちょっとここの建物を、ま、爆破しろみたいな。でどこに、ええどこに何をしようとしてるの。爆弾仕掛けたらいいのかなと思って。どこですかねこれ、それやめてもらっていいですか。でははちゃめちゃにしてこいみたいな通達ですね。そういう意味ね、はい、そういう意味です。爆破しろっていう意味ではちゃめちゃにしてこいと。そうそうです、はい、もう壊すぐらいな勢いで、はい、そうですね、っていうことですね。そういうことです、はい、そういうことです、間違いですね、はい、なるほど、わかりました。そして、ファンの方たちはエージェントと呼ばれてるんですよね。はい、エージェント。だからもうやっぱ強い意志持ってるんですよね、ファンの方もね、きっとね。そうですね、どんな方ですか、安藤さんのエージェントは。まあいろんなエージェントはいるけども、うん、すごくなんていうかね、おしとやかで、うん、優しくてこうなんか清楚な感じでこうおっとりとした、おっとりとした、はい、もう本当におしとやかで好きな感じの子たちが多いのかな。なんかもう深田恭子さんしか今出てこなかったです。そんな感じですか。はい、そういう、まあそういうお客さんも 1% ぐらいはまあ 1% ぐらいはいるかな、だって笑ってますよ、エージェントの方が。まあ、おしとやか 0.5% ぐらいですね、はい、0.5% ぐらいです、はい、まあどちらかといったら俺たちみたいに血の気の多い、あ、そっちが多いですね、はい、もう多いですね、野獣。そうです、野獣ですね、野獣が多いんだ、はい、なるほどね、血の気は多いよね、みんなね、うん、あとはあとはつってますよ、うん、あとはなんですかね、あとはなんだろうね、あ、やっぱり最近は、うん、日本の方だけじゃなく海外からも結構、うんうんうん、まあ、クロアチアから、クロアチアからでも来てくれてたよ ね、 ね、あ、本当にクロアチア、はい、もう本当にマジでクロアチアが来たかと思って、全世界地裏裏こうだってこんだけクロアチア行ったらクロアチアの人も気になるからね、やっぱりね、もう本当来てほしいですね、個人的にはサッカー教えてもらいたいですね、サッカー、はい、女子だったけどね、なるほどね、はい、ミルコクロコップとかね、来るといいですね、あ、いいですね、さあ皆さん分かりましたかね、プロフィールがね、はい、なんとなくは分かったと思いますので ね、 ね、よろしくお願いしますね、はい、さあそしてですね、そんな安藤の皆さんですけど、実はですね、マネージャーさん、マネージャーさんって言うんですかこれ。そうですね、まあマネージャーっていうよりもまあ自分たちの任務の、うん、なんだろうな、上から来た指令を中間でなんかまとめて、うん、俺たちに直接指令を下すみたいな、渡す人、まあそうなんですかね。じゃあ佐川さんですか、うん、佐川さんですね、佐川さんからですね、あのタレコミが届いております、ここからはその関係者のタレコミをご紹介するこちらのコーナーをお送りしていきましょう、はい、題してビジュリークス。はい、こちらのコーナーは、はい、内部告発サイト、はい、ウィキリークス、よろしくビジュアル系バンドの関係者に内部告発を、紹介していくコーナーでございます、だからマネージャーさんからね、佐川さんから内部告発の封筒が届いてるね。あのさ、前回なぜか日放送の封筒だったけど、なんで今度みずほ銀行なんですかこれ。まあまあまあいいですけど、みずほ銀行、さあそれではこちら、私読まさせていただきますね、はい、はい、あら、これいっちゃっていいんですかね、紹介しちゃいますよ、はい、ライブでは攻撃的なイクマですが意外にナイーブというタレコミが来ておりますけど、
ナイーブなんですか。はい、そうなんです。あ、そう急に変わった、はい、二重人格みたいになっちゃってるけど。すげえ変わったけど結構攻める感じじゃないんですか。いや、もう本当はすごいこう弱い、うん、みんなにナイーブ可愛いですね。ちょっとナイーブエピソードとかないですか、キリさん。なんかナイーブエピソード、ええ、そうだな、ナイーブ、そうだな。でもね、結構、うん、ツアー行った時とか、うん、同じ部屋になるんですよ、うん、そういう時に、なんだろうな、結構なんかツアーに出て、うん、枕が違うから寝れないみたいな。うわわわわわ、女の子みたい。いやいや、あれっすあれっすよ、うん、そのまあなんか、うん、まあ、寝れないとか、うん、寝てないみたいな、うん、言うじゃないですか、うん、でもなんかこう痛いんですよ、こうやってこう、いや俺昨日全然寝てないしみたいな、なんか寝てない方がかっこいいみたいな。あの中学生みたいなのじゃないですか、それ完全に。昨日2時間しか寝てねえしみたいな。練習全然してねえし。でもちょっと今日調子よかったかなみたいな。なるほどね。それ痛いだけで寝てないんですね、痛いだけです、痛いだけです、はい。で、まあ、そういうナイーブがあるんですね。なんかこれマネージャーさんがナイーブエピソード書かなきゃいけないんじゃないですか、本当はね。これそうっすよね、ナイーブってバーンと渡されてね。そうっすよ、ご自分ではなんか俺ちょっとこういうとこナイーブだなみたいなあります、なんか。そうっすね、まあそのそんなあの俺寝てねえよとか言いたいわけじゃなくて、実際本当寝れないんですけど、あのなんていうんですかね、自分でも分かんないんですけど、結構こう性格的に大雑把なんですけど、うわーって適当なんですけど、なんですけどこうなんだろう、同じ部屋とか、まあ、車とかもそうなんですけど、うん、人がこういるとなんかすごい気使っちゃうんですよね。あ、そうです、はい、気使うタイプ。こういるじゃないですか、うん、で、あの車だからまあこう揺れてるじゃないですか、うん、でこうちょっと、当たるじゃないですか、うん、あ、ごめんみたいな。言わないですけど、言わないですけど心の中でね、ごめん、こうした方がいいかなみたいな。あ、気使いなんすね。そうですよね。で、そんなの関係ない感じのね、イメージだったのに、後ろとかで見ながら、うん、寝てると足がやっぱこうちょっと、うん、ガーってガーって開いちゃうじゃないですか、開いてますね、とかもなんか、うん、グーってくるんですけど、うん、なんかいいよみたいな。寝なみたいな。あ、いいですね、女子か、かわいいみたいなねってなっちゃうと、なんか結局なんか自分寝れねえしみたいな。気にするタイプなんだな。大型じゃないな。大型ですよ、大型。大型なんですか。かわいい、かわいくないですね。基本的にはでもあの本当に全然もうこれってまいやろ。なんかあれですか、お化け屋敷とかそういうの苦手なタイプですか。お化け屋敷なんてもうあん、うん、とんでもないです。なるほどね、はい、可愛らしい女の子みたいな感じなんだな、なんか本当は。いや、もう本当に、そうなんです。あの静電気とか びっくりしません？イラッとしますね。そこはイラッとする。バカ野郎っつって言っていいじゃないか。そこは男らしい。確かにリアクションが、声がやっぱボーカルがいいから、うん、バカ野郎っていうのもバカ野郎とかってバカ野郎ってすげえでかくて何っていう怖いんすよ。静電気にブチ切れるみたいなね。あのやっぱマイク使うじゃないですか、こうやって、はいはいはい、マイク多いんすよ、うん、静電気がもうだから、あ、そうかそうか、バーイっつってバカ野郎っつってで、マイク持ってんだからマイクも拾っちゃうからね。そうそうそう、なるほどなるほど、わかりました。ということで本日のタレコミはですね、イクマさんは意外にナイーブという、ことでございました。はい、そしてですね、あのメールの方も皆さん募集してますからね、どうしてですねメールの方送っていただきたいなと思いますよ。すよろしくお願いいたします。そしてですね、後ほど、アンドの二人とですねニコニコ電話をつなぎますので、はい、ぜひおしゃべりしたいという方は運営コメントのリンク先でプレミアム会員を登録してからニコ電コーナーをお待ちください。お願いいたします。それではここでご挨拶代わりに一曲お届けしたいと思いますので曲紹介をお願いいたします。そうです、6ページです、お願いします。6ページにはそうですね、あの12月28日リリースのアンドメジャーセカンドシングル、うん、リベレイト、どうぞ